おはようございます。朝からちょっと編集しました。チャンネル登録者1912人まで行きました。ありがとうございます。ただいまの時間は5時23分です。バーモーピーさんは爆睡してます。いい感じに泣きもせずにどんなところでも寝ます。この子は昨日ね、いつも15時間ぐらい寝るのに10時間ぐらいしか寝てないんで余計に寝てると思います。孫ちゃんも着替え終わりました。寝ちゃってます。孫ちゃん今から行くよ。荷物も持ってます。行きます。博多駅です。孫ちゃん寝てます。行ってきます。飛行機乗りました。ちょっとご機嫌斜めや。受け取ってマーボーとシオンはトイレ行ってます。少ないんちゃう？少ないんちゃう。何回目？8回目ぐらいにして初めて食べる。おお塩を味噌、お酒を塩。ちょっと早い。早い。はい、逃げたか。これが味噌ですね。これが塩。食べ終わりました。麻婆ちゃんは寝てます。扇風機当てて寝てます。この状態で食べました。案内いたします。お帰り行き快速エアプラットのプレッシャーです。マモちゃんバイバイ。また後でね。パパさっきホテル行くから。維新札幌駅出たら目の前にホテルエミシアありました。前回泊まったのがあちら、ラジェントですね。
はい、今回はケミシアに泊まります。はい、とりあえず荷物預けたので今から札幌駅に向かいたいと思います。マッサージでも受けようかな、暇やし。久しぶりに来ました札幌駅、2年ぶりです。シオンは大丸にいるみたいです。僕は今からマッサージを受けようかなと思っております。マッサージ、調べたんですけど、とりあえずね、大手のドクターストレッチって僕行ったことないんで、ちょっと行ってみようかなと思います。歩いて札幌駅から、歩いてね18分かかるんですけど、時間があるんで歩いていきます。札幌テレビ塔だったよ、見てましたよ。ドクターストレッチありました。ちょっと行ってきます。久しぶりやな、こういうの行くの。シオンに呼ばれたんで、また大丸札幌駅の方も帰ります。はい、ドクターストレッチ行ってきました。まあ良かったんじゃないですかね。結構しっかり伸ばすんで結構痛かったですけど、まあ全体的に考えたら、まあやってほしいとこやってもらえるかっていうと、まあ微妙なところはあるんですけど、まあでもオーソドックスに全体的にって感じだったらいいかなと思います。はい、もうガチでストレッチだけやった。80分間で、まあちょっと痛いね。はい、痛気持ち求めてるんだったらちょっと違うかなって。ああ、もうしっかり伸びてるって感じ。はい、悶絶急に痛い。あ、でも行ってよかったかな、ドクターストレッチ。ちょっとやってみたい技術もあったし、はい、またしっかりね、僕も整体師なんでちょっと勉強しないとダメですね、スキルをね。はい、参考になりました、ドクターストレッチ、ありがとうございました。はい、札幌駅帰ってきました。大丸のさんがアフタヌーンティーにいるらしいんで行きます。札幌ビール園に行きました。ポプラ館に行きます。マッサージ終わってからはしおんちゃんのお友達に大集合してもらって今になりました。はい、遅くなりました。はい、マボーちゃんはかわいい、家戻りました。かわいい、でもなんか人が嫌だったんですね、さっき。いやいや言ってました。うわー、涼しいね、マボーちゃん。今回はこちらで食べます。ちょっと大急ぎでね、始まりましたけど。乾杯、イエーイ。僕たちはロボットが運ぶメニューのにしました、ね、飲み放題、食べ放題ですね。飲み放題はこれをぶら下げてカウンターまで行くと、グラス交換制で、飲み物を飲めます。はい、でロボットが運んでくるんですけど、ロボットが運んできた皿、ロボットに乗せないようにスタッフが片付けていくみたいです。食べていきます。イエーイ。マーボーちゃんは指を食べていきます。イエーイ、いただきます。イエーイ、うぇー、去っていった、去っていった。2杯目は恵比寿プレミアムブラックを選びました。来た。マーボーちゃんがどうしたどうしたどうした、マーボーちゃん。マーボーちゃんご飯タイムです。すまんな、マーボーちゃん。3杯目はレモンサワーです。ジンジャーエールです。ミルク飲んでます。マーボーちゃんは寝ました。おやすみ、お疲れやね。
はい、残り時間は7分ってなってますが、30分ぐらいもうでギブです。麻婆ちゃん最後に体力切れして泣いています。早くお風呂入ろう、お風呂入ろう、疲れたよ、パパたちも疲れたよ。元気になった麻婆ちゃんです。ブラカンの1階で食べました。ごちそうさまでした。麻婆ちゃん、あ、札幌ビールって見えるよ、ほら麻婆ちゃん、ホテル帰ってきました。十分広いです。麻婆ちゃんは寝てます。いい感じで寝てます。お疲れやね。端っこから撮るとこんな感じです。